はい、皆さんこんにちは、A トラベルです。さあ今回も早速やっていきたいと思うんですけども、今回はですね、久しぶりにドノーマルですねドノーマルをやっていきたいなと思います。で、荷物の方はこちらの大量に並べられた仮設トイレですね、重量が7トンあります、こちらをですね、トルコのイスタンブールから、同じくトルコのエディルネまで、運んでいきたいと思います、重量が100、ごめんなさい、距離の方は193キロですね、ということで早速やっていきますかね。これ見てください、これ仮設トイレ大量ですよ。これなんかね、あるんですかね、催しが。はい、ということでやっていきましょう。はい、エンジンかけていきます。これどうですか皆さん、いつもと違うでしょ、サウンドが。ちょっとたまにはですねこういうやつにしてみようかなと思ってですね、ちょっと悪ぶっています。じゃあギア入れてサイド落として、はい、行きます。私この音を大きいすると、エンジンの音を変えるとですよ、声が聞こえにくくならんですか。それがちょっとね気になってね。あ、来るかも。音がね聞こえないとね嫌かなと思って、わざと今まであのおとなしいやつにしとったんですよね。すぐやめようと思ってますんで。ければいいんですけどね。あれ、やばい、トラックまたこれ右側じゃないかな。
ラック右側でしょ、どうせ知っとんですよ。どうわかんないですけど、なんか警報音もうるさいし、ちょっといつもと違う A トラベルでお届けしております。これ編集で音聞いてうるさかったらマジやめよう。Aトラベルらしく行こう。ギアが抜けてました。抜いた時のポーっていう音が好きなんですけどね、踏んだ時のこのバタ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 いうのはね、ポーポー、袋がないって言うたりしてね、ポですね。12月の29日ですね。本日を入れても今年はあと3日ですよ。皆さん、やり残したことないですか？本当やってます？皆さん、帰ってみたらね、まあ毎年毎年もう本当に毎年のように起こっとるんですけども、やっぱ災害がね、今年はやばかったな。特に
もですもんね。日本に災いがね。もう波がなかったぐらいですからね。波以外すべてあったんじゃないかな。もう当たり前のように震度5とか超えてきますもんね。震度5ぐらいなんかもうなんか普通の地震な感じしてきましたもんね。昔なんか震度3でもまあまあ揺れるぐらいな気持ちだったんですけど、至る所で震度5弱とかね、5強とかね起こっとるから、なんとやばいよな。やべ、ちょっと検査受けるんで入れさせてください。ありがとうございます。なんか久しぶりやな車検。カンカン、あれ、マフラーの音がうるさすぎたからかな。検査お願いします。29トンクリア。じゃあ行きます。皆さん今年のお正月はどう過ごすんでしょうね。旅行に行かれる方、帰省に行かれる方、いろいろなんでしょうけどね。お正月から YouTube って見てる人おるんかな。寂しいんでちゃんと見てくださいね。私あげてますんで、お願いしますね。見てくださいよ、お願いしますね。あ、びっくりした、滑った、出たよ。あれ、これね、ちょっと私ね、やってみたかったことがあるんですけど、これ出口の隙間から、あそこの隙間からって通れないですかね、これ。この隙間、この隙間通っていいですか、一回。右方向、出口です。シャッと、すいません、通らせてください。いける、いけた。やかましい音をぶちまけとったら悪い人になったような気がしてですね、何でもできるような気がしますね。冗談ですよ、冗談です、嘘です。ちゃんと真面目にやりますね、今度からは。試しにやってみなかったんです。ここ対向車、
着きましたね。トイレ2連結、トイレ2連結で運ぶのちょっとなんか恥ずかしいな。フルトレーラー入るかな、これ。シャッター、よかった。ニュートラル、サイドブレーキ、ワイパーオフ。はい、エンジンも切ります。で、外行きますね。ほい、長トイレ、トイレポータブルトイレッツ。おう爽快ですね。よし、はい、ということで今回はですね、久しぶりのノーマルですね、ノーマルの方やってきました。で、荷物はこの大量に並んでいる仮設トイレ、重量は7トンですね、こちらをトルコのイスタンブールから同じくトルコのエディルネまでですね、193キロの距離運んできました。何事もなく無事に運んできましたね、久しぶりにね。さあ、本当にもうあと正月まで残すところあと3日っていうところなんですけどね、皆さんは何、本当に何するんですかね。旅行行かれる方はもう行っとるやろうし、家でゆっくりされる方は今頃大掃除とかやっとるんですかね。おせち料理を作るお手伝いとかもね、いろいろあるかと思いますけど、まあ本当ちょっとあの寒波の方もねやってくるようなこと言ってるんで、風邪だけはね引かないようにしていただきたいと思います。はい、それではですね、今回はこの辺で終わりにいたします。いつもいつもご視聴いただきありがとうございます。よろしければチャンネル登録高評価のほどいただけると本当に嬉しいです。はい、それでは皆さん、ぜひまた遊びに来てくださいね。それではどうもありがとうございました。またね、風邪ひかないでね。